こんにちは、伝統工芸士の小岩井龍馬です。長野県上田市の伝統芋上田紬の作り手をします。今日はですね、織り機の DIY、 織り機を組み立ててるところをお伝えしたいと思います。まあ組み立て式の織り機っていうのはあるんですけども、それをねどうやって組み立てるのかっていうのも全てね、お見せしたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。それではいきます。
というわけで完成しました。以上、織木の DIY でした。はい、動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも染色の工程や着物の豆知識など作り手目線でためになる発信や楽しい発信を心がけていきたいと思っております。どうぞお楽しみに。